神宮寺は愛知県名古屋市昭和区五基礎にある新温州豊山派の寺。三号は伊王山。大名古屋八十八箇所三十六番札所。本尊は薬師如来。人名天皇の直眼寺とされ、また五基礎最古の寺である。秘仏である薬師如来は毎年11月8日に開庁され、多くの参拝者で賑わう。 またその日に備えられた餅を食べると、病気はいがないと信仰されている。事伝によれば、伊王山神宮寺は公認4年に、佐賀天皇により、現在の名古屋市厚田区神宮付近に創建が、計画されたと言われる。しかし、佐賀天皇は崩御し、医師は第二王子である、人明天皇へ引き継がれたとされる。上和二年、人明天皇の直案により、 歌唱三年神宮付近に、厚田神宮別当補佐職の任を受けた高野山の僧、聖恵恵僧図により、厚田郡る肝によけ賃を手法書として、常磐山新護寺の名で創建されたとされ、当時は佐賀天皇の直筆の二王五国藩にあ行、直学などが収められていたとされる。加減二年に来賀により道や文庫、栗、共造等が消失したため、現在の名古屋市小和区五基礎移り、 創道を混流した。その際に、あちたぐ奥の陰木木津山神宮寺に習い、新五寺より、現在の故障である、伊王山神宮寺へ解消したとされる。また、海山より無本寺であったが、高野山今ポウ寺の末寺となる。かき元年12月16日に、神宮寺系大奥山に、ご基礎上手作間三作守屋勝の肝心により、 九五基礎村の氏神である八万大菩薩を迎える。当時が、ねぎかねることになる。慶安三年京都密造院の大僧図有海が、当時の住職となるが、再び来家に見舞われる。住職すけ海僧図の尽力と、村中を近在し、慶安五年二月十六日に、宮大区大島雲八によって、本堂を再建する。後に、 神宮寺学等15世代大アジャリ法院金憧れアジャリと引き継がれた。広沢観光と続くが、武装荒廃をたどる。明治に入ると、神仏分離令により、五基礎八万宮と分離される。明治20年1月、高野山より拝命された、中高、桑原実情報ににより復興。昭和20年太平洋戦争により、書道が皆消失する。 現住職沙田住に至り、昭和46年に有志の助力にて本堂が再建、昭和61年観音堂が落計される。薬ッ餅毎年11月8日には、伊王山神宮寺の秘仏である、薬師如来が開帳される。薬師如来の持ち物である薬ッに、見立て作られた薬庫餅は、本堂に山のように備えられ、薬庫餅を食べれば、 病気や煩い事とがなく過ごせると信仰されている。一生持ちを背負う、子供のエーマと、子供の健やかな成長を守る、ご主近年では、ご会長に合わせて、年一度薬庫持ちを幼児に背負わせる一生持ち祈祷会が、本堂にて行われる。幼児に、一生持ちで作られた薬庫持ちを背負い七歩、歩けば、一生食うに困らず、一生心を丸く、一生粘り強く、 一生はずらいがないとされる。一生持ち祈祷が終われば、選び取りが行われ、幼児の将来の職業や才能を占う。申し込みは0歳から1歳までとなっている。昔々、ご基礎村に体が弱い病気がちの女が住んでいた。女には1歳になる娘があったが、大変貧乏生活で明日も知れぬありさまであった。 女はこんなにも苦しむのは前世からの因縁であろうと思ったが、このまま虚しく飢え死にぬよりは前期ことをして二つの過護を願ってみようと考えた。そしてご基礎村の薬師堂にも出た。女は薬師堂で祈ってこう言った。私の命を惜しむのではありません。我が子の命が惜しいのです。このままでは二人とも上で死んでしまうでしょう。どうかどうか体が もう少し丈夫であれば。と不憫に思った十二人の銅森たちは、女を、お、銅の中に入れ、薬師如来の前で祈祷が行われた。壇の上には四十九本のろうそくと、五色の旗が彩られ、昼夜お経が唱えられた。そして、祈祷が始まって七日目の晩、女の夢枕に二つが現れた。二つが女に向かって近づくこと七歩。女の前に立ち、 女病安楽とおっしゃり、左手の薬ッを差し出すではないか。女はそれをいただくと、ふと夢から覚めた。明くる朝、あのフッツ様は、薬ッを持っておられた。お薬師様に違いない。と、女は思い、娘を連れ、薬師堂にもう出てみると、薬師如来の左手に、餅が乗せられていた。女はその餅を食べてみると、病気がちの痩せ細った体は、みるみる元気になるではないか。 一歳の娘もその餅を食すと、気立てのよく、健やかな村一番の娘に育った。歓喜は待った女は、再び五霊参りに、薬師堂に戻ると、十二人の道森たちに、思いのつく限りの感謝の言葉を述べた。すると、十二人の道森たちは、南無薬師る利口に来いと申し、姿を消した。そのまか不思議な噂は、村中に広がり、村人は、 薬ッコが餅に変わったと、大層喜び、その餅を、薬ッコ餅と名付けられた。現在では、お薬師様が現れた毎年11月8日に、感謝のお勤めが続けられ、たくさんの薬ッコ餅が備えられている。お堂で、社協体験第2.4週の水曜日19時半21時まで、月2回のお寺で、対局券がずい、海外4火曜日もしくは木曜日、お寺で、 陶芸体験月1回外4金曜日お寺で、シニア向けヨガメディカルヨガ郵便番号466-0051、愛知県名古屋市小区5基礎4丁目4番22号。ありがとうございます。